ズトーナメントでも当たり、3度目の正直はユーザーズファイナルと、はい、一進一退で最終戦まで前回 の、はい、あのベストジャパンカップはもつれ込みましたからね。そうですね。さあこの両者本日2度目の対決、数の子にルーザーズに落とされたボンちゃんが帰ってきた。そして数の子まずは倒せるかというところだが、アッパーカット、これはガードになって数の子のチャンスになる。一生詰めてくるがまだ打つ、アッパーカット強気が見える。ここショットを当たってさあ、ここはしゃがんでいくでの大キック、見事画面を見つめたセビング、さらにガードが間に合ったが、アッパーカットをこじ開けていく、いきなり強気が見える。セビング、さあ崩れてはいないがバックスラッシュの中間で刈り取って、ガードになるがスーッと空対空打っていったのはカズコ、しかし空を切る、上から押し置きはボンちゃん。数の子ユンはああいったところでもかなり割り切って打ってくるんですよね。それがまた怖い。まずはボンちゃんですよね、はい、さあラウンドを取ったのはボンちゃんサワト、さあ2勝で締めて画面8。ここは前方転身バックステで避けている、大パンでさあバックステ狩り、あ、これはボンちゃんの行動が噛み合っている。アグリチャージして打ち落とせず、カズノのチャンスになる。ライキの攻めはガードしてグラップして、それでも前に出る、前に出る、衣装を誘ったか、そしてこじ開けてのアッパーカット締め、カズノはどうする、赤隅打っていったがガードになる、厳しくなった、厳しいですね、イノアバカタイク。カズノコユンはもう最後までまっすぐ来たというこの1試合目でしたね、はい、諦めないで打っていきましたね、はい、画面端で の、 あの前方停止のバックステ読みなんかは、はい、対戦している中での、まあ、嗅覚みたいなものを感じました ね、 そうですね。先ほどウィナーズトーナメントでは、はい、まあ、後半でことごとく投げられてしまったところ、はい、今回はもう食らわないぞという意思表示とすら見えた。さあ、勝利を取ったのはボンちゃんサワト、パスの子にお返しはできるか。さあここはうまくアパカを引き出したのはカズノコ、さらっ水上のグラップ振り直して、ライキ踏んでいる、さあ一気に画面端到達、さあバックステの着地の隙、きっちりとしゃがみ中パンチからスタンまで行って、コブク中継ライキ、しかしアッパーカット叩いて、じりじりと詰めるか、そこだがボンちゃんは球を打つ、待っていた、ここからさあ投げに来ていたが中足が止めた、どうする、ボンちゃんにはゲージがある、ねじ込みはできる状況だが振っていった、さあ絶勝でうまくバックステから切り返す、さあどこ、さあどうする、絶勝、ここはスタイルで、おお、迎え撃ったり、カズノコの突進を、ここ一のアッパーカットが切って落とした、見てからコマンド入れてましたね、集中しすぎ、極限状態にあるか、さあこの前方転身を透かしている、さあ玉抜けの決断を見せるが、ここは速い展開、アパカをガードして数の子のターンになる、さあ来季来撃で踏んでいって、さあ中中前哨からスタッチはやや気になるところだが、ここは着地にローからショット、そこからコンボを伸ばすのはもうチャンス、そして上から来るがガード、ダイレクトリードは勝ち残ったが、ボンちゃんにはゲージがない、着地を投げる、よく見えている、踏み込みが深いガードして、家族のプレッシャーが重くのしかかる、赤セミが来たる、全勝追撃、ゲージ使っても倒しきりましたね。ボンちゃんのゲージが少ないのを見て、ここは使っておこうという判断だったかもしれないですね。そうですね、いやまあ、ウィンはもう下がっていくだけでどんどんゲージが溜まっていくので、しかし依然として勝ちの子は追い詰め崩して、
さあ一気にいくか、投げているのはボンちゃん、まだ被弾はない状態、何でもできる。さあそこはどこから逆転を狙うか、コマン割り込みが早かった、はい、この画面端どうする、あ、打ち徐々に残り少ない体力は削られていく、上からいって、いや、最後まで投げさせない、意地のアッパーカットが貫いた、勝ったのはボンチャンスアート。